い、皆さんお疲れ様です。今日はですね、ちょっと声大きめにします。自分のトレーラーヘッド、またラジエーター水漏れです。前回何年前だろう、3年前か4年前かな、1回交換してるんですけど、またダメらしいんですよね。まあそんな感じでちょっと今日予備車のヘッド乗ってますんで、ちょっと濃い張り目でお話ししてます。まあそんな感じでね、ちょっとね、乗り換えてきたので、まあいろいろなんでどこは壊れてるとか、そんなとこも含めてね、ちょっとね動画撮影してきましたんで、報告したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ちょっとね状況を見ていきたいと思います。通常ね、車移動した時に下に漏れてないかオイルとか水とかチェックはするんですけど、見た感じこうやって伝ってきてるんですよね。で、まあ今ちらっと緑色の見えましたけど、大量に出てるんだ、本当にポタポタポタと数量、本当にちょこちょこっと漏れてるような感じなんですよね。で、気づかなかったんですけど、点検出す時にね、ラジエーター漏れてますので修理すぐしてくださいって言われたんで、と思って、で、これラジエーターね、2個目なんですね。こう元についてるラジエーターで1回交換してるんですね。普通ここまでねラジエータートラブルないんですよね。で、こういう感じでアクセルふかして圧をかけるとね、ポタポタっと垂れてくるのが、ちょっと映しますけど、圧かけるとちょっとこうポタポタと垂れてくるのがこんな感じですね。だーんで気づかなかったんですよね。水の量もね、極端に減ってるわけでもなかったんで、あれと思ったんですけど、まあこういうこともありますんでね、皆さん、ね、気をつけてくださいね。まあ下潜ってみればいいんですけど、なかなかねここまで下潜る機会ないんでね、まあ路面についてるかどうか確認する程度だったんですけど、漏れていました。チャピンを上げていきましたけど、水漏れの原因だけね見てみましょうか。あ、エンジン綺麗ですね。これ去年腰から上を変えてもらったんですけど、綺麗になってます。そういやここまで見てなかったな。で、原因は見えますかね、この裏側ラジエーターです。ラジエーターの下側らしいんですけど、さっき見せたこの辺りらしいんですよね。ちょっと今エンジンかけてないんで圧かけられないんで無理なんですけど、まあそんな感じでね、上からじゃなくて下から漏れてるらしいです。なんで今日はこのヘッドを置いて予備のヘッド乗ってきます。ちなみにこの間話してたラジエーターね、上蓋ありますよね。あそこの蓋からね、水がもし足りなくなってる場合はあっちから入れなきゃダメなんで、で、熱持った時危ないんでね、止まってすぐ入れないで少し冷まして、で、タオルかなんかね必ず当ててね、吹き出し気をつけてください。あ、結構いろんなところがまさらになってるな。はい、じゃあそんな感じでね、今日はこのヘッドが今ちょこっとしか見えないけど、こういう形でね、ラジエーターこれ2個目なんですね。2個交換してるんですよ。本来だとね、1回ね、だいたい10年15年乗ってて1回変えればいいんですけど、今回ちょっとラジエーターが外れだったらしいので、またねこう今日このヘッドを置いて予備車に乗って1日、仕事をしていきたいと思います。ラジエーターこんな感じかな。これ手回りだね、インタクラだな。他ですね、ちょっと見づらいかな、これあれだよな。
内側かな、ここね、中見えますかね、これラジエーターなんですけど、下から水が漏れてるんで今回そういう風にします。はい、じゃあキャビン戻してきます。そんな感じでね、ちょっとね、まあ、水漏れしてるということでヘッド取り替えたんでね、台切ってつなげるところと、あとはまあ故障箇所こんな感じでここが漏れてるよーなんていうのをちょっと動画にしてみました。まあね、会社の整備の方に修理してくれるってこと、ちょっとラジエーターは自分で応急処置もできないかな、今のラジエーターはね、水漏れちゃうと水足すしかないんでね。で、ラジエーターのね、キャップのところちょっと映しましたけど、あれ開けるときは必ず、素手で触らないように、できればこうウエスかなんか当ててその上からこう開けるように。あともう一個、どっちにしても水が足りなくなるとオーバーヒートしがちになっちゃうんで、エンジン絶対切らないように、エンジン切っちゃうとダメになっちゃいますから、エンジンを切らないで、アイドリングで少し水温を下げて、それから蓋を開けるようにしてください。あら、まずこっちかな。よいしょ。はい。まあ、そんな感じでね、気をつけてね。向こう側から入れないとね、ある程度水抜けちゃうと、今度はね、ダメなんですよ。リザーバータンクの方から水入れて回らなくなっちゃいますからね。必ずあそこ蓋開けて水を足すようにしてください。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は、動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあね、水漏れ、ね、自分もね、最初なかなか気づかなくて、3ヶ月点検で水漏れてるよって言われて、ポタポタ程度しか垂れてなかったんでね、下覗き込んでも最初の下垂れてなかったんですけど、やっぱりね、圧かけるとこう水がこう垂れてきますんでね、そこも気をつけてみてください。あとはね、
傾向としてはね、水朝なくてこう上がり下がりがしてるなんてのもありますからね、そこら辺も気をつけてね、水が一定してないともしかしたらそういうことがあるってことで疑いを持った方がいいかもしれません。はい、じゃあこの後運転される方安全運転でよろしくお願いします。それではお疲れ様です。